富士見信鉄道の電車。富士見信鉄道の電車。本校では、富士見信鉄道、現在の東海旅客鉄道見延線の前身が、保有した電車について記述する。富士見信鉄道は、1920年、大正9年に、富士見信間を蒸気動力で開業していたが、見延交付間の事業免許が1927年、昭和2年に得られたのを機に、季節区間を、 直流1 5 0 0トにより電化し、延長区間も電化して建設することとした。これらの工事は1927年から1928年、昭和3年にかけて行われ、18両の半高性電車が申請された。さらに、従来から使用されていた木製客車を電車用の付随車として使用した。これらが本港で扱う電車群である。 富士見信鉄道は、険しい地形に建設された上、電化による建設費がかさんだため、高額な運賃を設定せざるを得ず、経営も厳しかった。そのため、沿線住民から高額運賃を理由として国有化運動が起こり、1938年、昭和13年10月1日をもって、鉄道省に借り上げられ、1941年、昭和16年1月には、 自局による輸送力増強のための十分な改良の必要から、買収案が決議され、同年5月1日から正式に買収、国有化された。国有化時点で、鉄道省に引き継がれた電車は、半抗性三等制御電動車も、派100系5両、もは110系6両、半抗性三等郵便荷物合わせ作り制御車、区配ユニ300系4両、半抗性三等荷物、 合わせ作り制御車、区派に310系2両、木製三頭付随車の左派50系、左派60系、左派70系それぞれ4両、3両、3両の計27両であった。借り上げ時点では二軸木製客車を改造した、区二一系、一、二、区派に5系、五、六も存在したが、これらは国有化前の1939年、昭和14年に廃車となっており、 記録も、ほとんど残っていないので詳細は、よくわかっていない。2> 9 1 2は、1940年、昭和15年に、イブリ重貫鉄道2乗とされ、その後1は、イブリ重貫鉄道が国に買収されに4119、2、2は、茅沼炭鉱専用鉄道に移っている。1941年の国有化時に在籍した27両は、1928年、 昭和3年10月1日に制定された車両形式称号規定に則っ,って、小形式が与えられ、反行生のモハ100系、モハ110型はモハ93系、クハユニ300型は、クハユニ95系、クハニ310型は、ハ波ニ96系、木製のサハ50系、サハ60系、サハ70型は、サハ26系、2代目が付与された。 これらについては以下で詳述する。期間となる制御電動車で1927年にもは100型として日本車両製造、日車で6両100から105、1928年にもは110型として新潟鉄工所で6両110から115が製造された。両形式は製造会社が異なるものの基本的に同型で、 地方施設であるため両運転台であるが、長距離を運行するため、扉を極力車端に寄せてその間に、ボックスシートを配置している。総定員は102人、座席定員は64人である。側面窓配置は 1D16D1 で、前面は両側とも非貫通の3枚窓、客用扉には、組段、ステップを備え、その部分の側板が下がっている。 最大長は 17,002mm、車体長 16,150mm、最大幅は 2,650mm、最大高は 4,039mm、車体高3、670mm で、時長は33.82トンである。屋根上にはお椀系の通風機を左右に4体8個、備え、パンタグラフは、大型のものを2機装備していたが、 買収時には一気となっていた。制御装置は、非自動関節制御方式で、小形式 MT35 となった、端子電圧 675V 字定格出力1 0 0ットの主電動機を4個装備し、歯車比は18、70、1、3.88である。ほぼ同格の鉄道省標準主電動機、MT15 搭載の小景電車が、通勤車でも25、 63イコール12.52の歯車比であったのに対し、非常な低速型であった。これは、車線内の勾配区間運行を配慮した仕様で、1時間定格時速、時速 32.0km と鈍速だったが、1時間定格引っ張り力は 5045kg を確保、各歩25、1000勾配での 1M2T 運転が可能だった。台車はモハ100型が、 日車製の F 型台車、旧故障。種別と心皿荷重を組み合わせた、新故障では、E16 と呼ばれる、ブリル 27MCB-3 模倣品、モハ110型は、鉄道小正式の TR14 同等品で、両形式で、外観上最も異なる点となっている。この F 型台車は、軸距が 2440mm と、ブリル系台車としては、 異例のロングホイールベースで日本で使用されたブリル系台車としては最大の心皿荷重20トン級であった神経半鉄道 P-6K 用ブリル 27MCB-4X を 2mm 上回るという大柄なものであった。また、この台車は心臓時には型押し、式ブレーキであったが三角線ゆえに制動力の不足が問題視されたらしい。 その後製造元の火車の手によって両、抱き式ブレーキに改造されている。この点でも、設計時は片押し式であったものを、納入時に、急遽両、抱き式に改造した神経ハムケブリルル27、MCB-4X とキオ一ニスが、構造を熟知する製造元の手で改造を、実施されただけに、こちらは、改造を意識させない巧妙かつすっきりした仕上がりとなっていた。 1941年の国有火事には、モハ100系5両、モハ110系6両が在籍しており、9番号順に11両がモハ93系、93001から93011となった。モハ100型が1両をかけているのは、102が1937年9月に土砂崩れに巻き込まれて廃車となったためである。本形式は、 戦時中の1944年から1945年にかけて一両が稲松島機関区で使用され、戦後間もなくの1947年、昭和22年頃から本格的に稲松島への転出が始まり、直流線2 0 0ボルト電化であった飯田線北部、旧稲電気鉄道区間で使用された。百五十一年、昭和十六年には、全車が、 稲松島の配置となっている。戦後は、1951年から、更新修繕が行われ、後くらい、運転台を撤去して、貫通扉と貫通ホールを新設するとともに、運転台側面に乗務員扉を新設し、パンタグラフを、国鉄の標準品、PS13 など、に交換した。Q 800系の火車 F 型台車も TR14 に、交換され、 標準化されている。1953年、昭和28年6月1日に施行された、車両形式称号規定改正では、モハ1200型に定められ、11両前車が番号順に1200から1210に改版された。その後、1956年から1958年、昭和33年にかけて廃車され、そのうちの8両が、 私鉄二譲とされた。郵便、荷物の取り扱い設備を併設した型運転台の三等制御車で、1928年に4両が、日車で製造された。当初は、ハユに300系、300から303と称していた。車体の基本寸法や、設計思想は、電動車である、モハ100型と同等であるが、車体裾が一直線となっており、 印象はかなり異なる。室内の構成は、前くらいから運転室、荷物室、郵便室、三等室で、郵便室と三等室の間に便所を備えている。総定員は51人、座席定員は34人で、郵便室と荷物室の荷重は、それぞれ2トンである。前面は、非貫通の3枚窓で、側面窓配置は運転手側が D D か D、D1D か 11D。 U210D、助手席側が D1D、下 11D、U218D で当初から乗務員扉を設置していた。後くらいつまめには貫通引き戸が設置されているが、ホロはなかった。最大長は 17,052mm、車体長 16,200mm、最大幅は 2,740mm、車体幅 2,684mm、 最大高は 3781mm で、時長は24.84トンである。通風機はお椀型を、荷物室、郵便室に、各1個、客室に3個備える。台車は、日車製の D-16 であった。1941年の国有火事には4、両前車が在籍しており、9番号順に、区配九95系。 9万5千1から9万0千4に改められた。戦後は、1951年に、稲松島機関区に転出し、両社と共に、飯田線北部で使用された。同時期に更新修繕を施行され、郵便室を客室に転用して、区派にとなり、旧郵便室扉を客用に転用しているが、便所の位置はそのままで側面窓配置も変更されていない。 その際に後くらいつまに貫通ホロを新設し、台車を DE-16 から DT10、95001から95003、または TR11 に交換している。1953年6月1日に施行された車両形式称号規定改正では、区派に7200型に定められ、7200から7203に改版された。その後、 1957年に廃車されたが、うち3両が私鉄に譲渡されている。1928年に2両が日車で製造されたもので、当初は2等3等に持つ合わせ作り制御車、黒羽に310系、310、311と称した。車体の基本寸法や設計思想は、クハユに300型と同様であるが、設備の関係上、 外観はかなり変則的である。室内の構成は、前くらいから運転室、荷物室、二等室、便所、三等室で、客用扉と便所は二等室用、三等室用に、それぞれ一箇所ずつ、計二箇所設けられていた。三等室の座席は、他社と同様のボックスシートであったが、二等室は、当時の客車や電車がそうであったように、座面の幅が広いロングシートとなっている。 前面は、非貫通の3枚窓、側面窓配置は、D1D、下 16D16D、つま面は、貫通引き戸が設けられていたが、客用扉ステップ部の側板が一直線である点や、貫通ホロがなかったのは、クハユニット同様である。総定員は58人、座席定員は2等室が20人、3等室が24人、荷物室の荷重は2トンであった。通風機は、 おわ型を二等室、三等室に、角二個中心線上に設けている。台車は、クハユニと同じ D-16 である。二等室は、その後廃止され、1941年の国有火事には、クハニとなっており、小形式番号はクハニ9 6系、9 6 0 1 96002と定められた。戦後は、1948年、 昭和23年に9 6 0千2が、1951年に9 6 0千1が、稲松島機関区に転出し、飯田線北部で使用された。1952年には更新修繕を施行され、2箇所、あった便所のうち1箇所を撤去し、後暗いつまに、貫通ホロを設置した。台車は TR-11 に交換されている。 1953年6月1日に施行された車両形式称号規定改正では、区派に7210型に定められ、7210、7211に改版された。その後、1958年に廃車されたが、2両とも私鉄に譲渡されている。1941年の国有化時には、サハ50系、50から53、 サハ60系60から62、サハ70系70から72であったもので、小形式番号は一括して、サハ26系26001から2610とされた。木製の付随車で制御回路の引き通しを設けない牽引専用の後付付随車であるとされているが、電動車の中間に挟まって運用されているのも実験されており、詳細は不明である。 外観は、モニター屋根の木製客車そのもので、元は1917年、大正6年及び1918年、大正7年に、天野の工場で製作された、ホハ50系、ホロハフ60系、ホハフ70系であり、昇進証明の客車であった。50、60、70が1917年生、その他は1918年生である。外観は共通で、 最大長は 17,170mm、車体長 16,459mm、最大幅は 2,654mm、最大高は 3,794mm、定員は70が76人である他は80人であった。車体構造は、車体両端に、出入り台を設けた、客車構造で、座席は、ボックスシートである。台車は、 鉄道省の TR11 に類似した釣り合い張り形であるが、軸距は短い。戦後は、時期は不明であるが一部が、稲松島機関区に転出して、飯田線北部で使用され、1949年には6両、26001から26005、26008が配置されていた。1950年、昭和25年に3両、26002、 26008、26009 26, が老朽廃車されたほかは2両が1951年に5両が1953年に事業用客車に転用され長野工場の職員輸送用等に使用された。会版の状況は次の通りである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。